力を貸せ、マヒル。なぜ止める？やりたきゃやれよ。中佐こそ、なぜ避けなかったんです？そうだ、俺が殺した。なあユウ、知ってるか？昔々ある老人が罠にかかった鶴を助けた。お前を助けたのは俺だ。助けた上に生きる方法や剣の使い方も教えてやった。お前は俺のものだ。だから柊家に尻尾を振るな。なるほどね、そういう話か。そういう話だ。はあ、だがお前は一つ勘違いしてるぞ。俺はお前の仲間じゃない。あ、じゃあ何なんだよ。上司、命の恩人、親代わり。そうだ、利用価値のない奴を助ける余裕はないからな。で、それ聞いてガキが怒るのか？もちろんそのつもりだ。血だ。俺に命令するな。さっさと予言を言え。まさか一人で来たのか？お前ならとっくに殺してるだろう。俺が役に立つ間は殺さない。たまたまだ。たまたま優秀なのがそろ、今ここでお前を殺してるよ。お前にはできないねってくれている。だがお前の弱点も分かってる。だからこそ俺はお前をやらない。で、ここでお得意の人質でも見せるか。今度は誰だ？俺に何を言わせたい？悪と来たか。俺は世界を復興させるぞ、グレン。吸血鬼どもが情報通信網を破壊したせいで時間はない。なぜそんなに急ぐ？1ヶ月後、敵拠点を奪え。奪えばこちらの動きがバレるぞ。バレていい。あとは俺が引き受ける。つまり俺には本当の計画は話せないわけか。何が信じてるだ。違うでしょ、クレーン。あなたは私に従うのよ。そうすればあなたの願いを叶えてあげる。黙れ。うん、入れ。中佐はこの前聞きましたよね、ユウさんに惚れたのかって。忘れたな、あんなことは。おーし、揃ってきたな。じゃないよ。うるせえよ。ずいぶん重役出勤じゃないか。今回の任務は遊びじゃない。軍旗を守れない奴は帰れ。なら列に並べ。だがお前には後で罰を与える。だがそれでもこの任務はやり遂げる価値がある。俺たちは勝って帰る。分かったか？よう、バカ言う。調子はどうだ？お前はユウを一人でここに来させた。お前のミスで仲間が簡単に死ぬことを教えてやろうってわけだ。なら聞くが、もしここに圧倒的な脅威が現れたらどうする？皆さん、一旦これも足ります。3。あんまりシノはいじめんなよ。あいつ結構頑張ってるぞ。お優しいね。ならその愛しの上官シノアちゃんのために勝ってみせろよ。ガキに負けるかよ。シンヤ、抜かせ。ほう、やるじゃないか。終わりだ、ガキども。ふざけ。マジかよ。ってのは嘘で、それも予想通り。判断ミスだ。指揮官は勝てない相手に武器を振るな。
お前らは遅えよ。さて、見ての通り久しぶりの新入りだ。一つよろしいですか、中佐。確かにお前の言う通りだな。よし、わかった。ならお前が面倒を見てやれ。しぐれ、部隊編成を変更しろ。柊木篠和隊は鳴海隊と組ませる。はい。優秀なチームだ。鍛えてもらえ。俺は別にいいけど。中佐。よし、お前ら遊びは終わりだ。出発するぞ。貴様らこんなことをしてただで済むぞ。黙って死ね。くそ、やばかった。グレイ様。問題ない、計画通りだ。どこがだよ、超苦戦したじゃねえか。でも司令官が死んだら意味ないでしょ。だから上に深夜を残したんだ。俺が死んでもあいつが何とかすんだろう。全滅です。奴は中佐に市役所へ来いと。なぜ俺が行く。標的は第13位思想クローリー・ユース・フォードだ。任務は果たしたんだろうな、ナルミ。はい。新入りどもはどうだった。足手まといだったか。調子に乗るな。ナルミ、他の部隊は。まだです。そうか。では他部隊の到着は待たず、俺たちは次の任務に移る。次の任務。市役所にいる吸血鬼の貴族3匹を襲った旧部隊が壊滅、25人が人質に取られた。今後の作戦にはまだ多くの人員が必要だ。俺たちでその貴族どもを殺し。中佐、私も行かせてください。私も中佐のお役に。ダメだ、戦場で泣くような奴は足手まといだ。冗談だよ。人質を救出後、空港で再合流する。よし、行くぞガキども。いいかい。なんだ、罠だと分かってて行くべきじゃないか。いや、行かざるを得ないでしょ。なら何の文句がある。文句があるなんて言ってないじゃん。だから大丈夫かなって。ここは戦場だぞ、当然犠牲者は出る。それでも自分を責めちゃうのが君の良さじゃない。完全に待ち伏せされてるな。さてどうするかね。でもやるんだろ。我々のこの人数を維持することだ。次に人質の解放と救出、死ぬくらいなら戦わない。だからひとまず敵の出方を待つわけね。攻めてくるようなら逃げる、うまくいくならその隙に人質を救うと。もっとうまくいけばクローリーたちも殺す。ネガティブなやつだ。何、狙撃許可を。許可する。やつがとんでもなく強いってことだ。ちょ、よこせ。あいつだ、間違いねえ。すげえ強かったやつ。そう、正面からぶつかっても勝機はない。わかってる。まずは派手に戦ってみせる。我々が本体だと思わせるために。基本は逃げながら戦うからな。ま、なんとかなるだろう。人質の救出に使える時間は5分だけだ。それを過ぎたら撤退して名古屋空港でポカ部隊と合流しろ。やはりこちらから仕掛けるのですか。ああ、五種の幻術を使えば200人くらいで攻めているように見せられるはずだ。
できるよな。じゃあ近づけよな。じゃあそろそろ始めるか。お前ら準備はいいな。いつでもお任せください。おお、見たことある顔だ。殺しに来たぞ吸血鬼。つえが甘い。甘いの。他の貴族と桁が違うんだけど、さすがに死ぬかな。いや、作戦通りだ。少なくとも敵の目は引いた。おとり役は十分だ。だってさ、正体を受け入れ。負けるなよ。シュンヤ、このままで頼む。僕は後ろを牽制する。シュンヤ、俺はもうダメだ。お前が指揮を取って任務を続けろ。早く行け。命令を守れ。即時撤退しろ。うるさい。クローリー様。そうだね、逃がしてもつまんないし、生け捕りならフェリド君も文句は言わないでしょう。何やってる。お前ら逃げろ。俺はもう無理だ。行け。だからうるさいよ。こいつは化け物だ。行け、ゴシ。任務をやり遂げろ。捨てられたな君。嫌われ者なんでね。ただの夢だ。もう寝ろ。手間かけさせんな。分かってるよ。だがお前が寝るまではここにいてやる。嬉しいだろ。別に。なあグレン、うるせえな、早く寝ろ。なんで俺を助けたんだ。俺にはもう家族がいない。生まれた時からずっとだ。じゃあ俺と同じだな。俺も昔大切な人を救えなかった。とにかく生きろユウ。お前が本当に生きたいと思える理由が見つかるまで。なんで来た。さっさと逃げろ。もういいユウ、もうやめろユウ。聞いてくれユウ、俺には俺の考えがある。だから頼む、やめてくれユウ。欲望に飲み込まれるぞ。踏みとどまれユウ。君月、ガキども、最後の命令だ。お前ならもっと頑張れ。くそ、痛えし疲れんな。だがもう少し殴られた方が漏らす情報に信憑性が出るかね。どうにかしてこいつらを新宿に。彼だ。そんなに死にたいのか人間。十分だろう。信じ、一つは。さあ、もういいでしょう、グレー。私に身を委ねなさい。だ
たまれ。かわいそうなクレイ、もう私を拒む力もないのね。もう一つは、死んだ元恋人の怨霊に疲れ鬼になり果てた完璧主義者。さあモンスターが来るぞ。死ね死ね死ね。汚ねえ足で俺に触るな。殺すぞ。よこせマヒル。奴はどこだ。マヒルは死んだ。お前には今日終わりのセラフの実験を成功させる必要が。それでいい。さあ演技を続けろよクルルゼペシ。よう、ユウ、元気そうで何よりだ。邪魔だぞ、吸血。おうおう、シンジ君の時の異性はどうした。あ、別物。グレ、人間と鬼と始祖の血を吸え。終わりのセラフ。動くな。ユウちゃん、どうした。やれよ、アマちゃんが。嘘だって言ってくれよ。クレン、お前も随分狂っちまったな。世界を変えるんだ。幼稚のお前や分家の俺でものし上がっていける世界にな。何の話をしてる。お前